皆さんこんにちは、マネー&ユー TV のよりよいです。本日もお金の勉強を一緒にしていきましょう。本日お伝えする内容は、日本一売れているニーサイデコ本著者が解説、新ニーサ&イデコの完全ガイドです。25万部超のベストセラー、初めてのニーサ&イデコがこの度新ニーサに完全対応した最新版になりました。書籍名も初めての新ニーサ&イデコに変わります。この一冊で新ニーサ&イデコが誰でも始められます。今回はその中から神改正、新ニーサのポイントと始め方、老後資金作りの最強ツールイデコの使い方、自分に合った新ニーサ3つの活用戦略の3点をピックアップして取り上げます。この動画がためになったと思った人はチャンネル登録、高評価ボタンをポチッとお願いします。1つ目、神改正、新ニーサのポイントと始め方の話です。ニーサは投資の利益にかかる 20.315% の税金がゼロになる制度です。2024年からは新ニーサとして生まれ変わりますが、この改正、ネットでは神改正と言われています。一番すごい改正は何なの？うふふ、それはね、どこまでも非課税。そうなんです、非課税期間が無期限になったので、いつまでも非課税の投資ができるようになりました。では Q&A 形式で新ニーサのポイントを確認していきましょう。新ニーサで大きく変わったポイントは、旧ニーサと新ニーサの比較表はこちらです。神改正のポイントは大きく5つあります。1、非課税でいつまでも投資ができる。2、積み立て投資枠と成長投資枠を併用できる。3、年間の投資金額が増えた。4、障害投資枠が設けられた。5、障害投資枠は再利用できる。では1つずつ細かく見ていきましょう。1、非課税でいつまでも投資できるについては、お伝えした通り30年でも40年でも50年でもずっと非課税です。2、積み立て投資枠と成長投資枠を併用できるですが、新ニーサでは積み立て投資ができる積み立て投資枠と、一括投資もできる成長投資枠の2つを使って投資ができます。積み立て投資枠では金融庁の基準を満たした投資信託などが買えます。成長投資枠では投資信託の他に株なども購入できます。成長投資枠では積み立て投資枠の商品は買えないの？成長投資枠でも積み立て投資枠の商品は買えます。3、年間の投資金額が増えたについてですが、積み立て投資枠では年間120万円、成長投資枠では年間240万円まで非課税で投資ができます。合わせて年360万円まで投資ができるようになりました。4、障害投資枠が設けられたについてですが、新たに1人当たり1800万円の障害投資枠が設けられました。障害投資枠のイメージはこちらです。2つの枠は併用することもできますが、積み立て投資枠だけで1800万円投資することもできます。成長投資枠でも1800万円投資ができるの？成長投資枠だけだと最大1200万円までです。残りの600万円を使いたければ積み立て投資枠にも投資が必要です。値上がりして1800万円を超えたらどうしよう。障害投資枠の1800万円は投資元本ベースで管理されています。つまり投資元本が1800万円までであれば大丈夫ということです。その後値上がりして資産が仮に1億円になったとしてもずっと非課税です。5、障害投資枠は再利用できるについてですが、新ニーサの資産を売却すると売却した分が投資元本ベースで翌年に非課税枠として復活します。売却した後も非課税の投資ができるようになります。非課税枠が1800万円回復したら翌年に1800万円投資ができるの？年間投資枠の360万円が優先なので、翌年だけで1800万円投資することはできません。 NISA が神改正されすぎて驚きという声もたくさんありそうです。 NISA にもデメリットはあるの？ NISA にも
1損益通算繰越控除できない、2海外転勤不妊で使えない、3スイッチングができないの3つのデメリットがあります。1損益通算繰越控除できないについてですが、 NISA では利益がなかったものとみなされる代わりに損失もなかったものとみなされる仕組みです。複数の口座の利益と損失を合算した金額で税金を計算する損益通算や、損益通算で引き切れなかった損失を最大3年間繰り越す繰越控除が利用できません。2海外転勤不妊で使えないについてですが、 NISA が利用できるのは日本国内に住んでいる方です。海外転勤不妊などで出国する場合、 NISA は利用できなくなります。実は税制上は最長5年の海外赴任なら保有できるのですが、対応している金融機関が少ないのが現状です。3スイッチングができないについてですが、スイッチングとはこれまで運用してきた商品を売却し、そのお金で他の商品を購入することです。イデコにはスイッチングの仕組みがあるのですが、 NISA にはありません。 NISA の商品を売却することはできますが、年間投資枠が残っていなければ他の商品を購入することはできません。売却した枠が復活するのは翌年ですので、年内は投資ができなくなってしまいます。デメリットがあるならNISAなんかやらないぜ、ジャスティス。そんな短絡的な考えは甘い、海外のチョコティムタムのキャラメル味くらい甘いよ。デメリットは限定的ですし、デメリットを大きく超えてメリットがあるので、 NISA をやらない手はありません。 NISA はどこで始めればいいの？ NISA は自分に合った金融機関に口座を開いてスタートしましょう。 NISA 口座開設の手続きはウェブサイト上でできる金融機関がほとんどです。案内に従って住所・氏名などを記載し、本人確認書類とマイナンバーの写しを提出すれば簡単に口座開設ができます。 NISA 口座は1人1口座しか開けません。金融機関によって NISA のサービスは異なりますので、自分に合ったところを選ぶことが大切です。金融機関選びの主なポイントは、投資できる商品が多いか、クレカ積立ができるか、株式投資ができるか、米国株 ETF が充実しているかの4点です。おすすめは SBI 証券、楽天証券、マネックス証券の3社です。いずれも多くの商品を扱っていますし、クレカ積立でポイントも貯められます。もちろん証券会社ですから株式投資もできます。そして米国株 ETF もたくさん扱っています。手数料も安いのでおすすめです。1つ目のまとめです。非課税で投資ができるNISAは2024年、非課税期間が無期限化、非課税投資枠が大幅拡大、売却枠が翌年復活など紙改正が行われ、誰もが使いやすい制度になった。 NISA は1人1口座なので、口座開設する金融機関は投資できる商品が多いか、クレカ積立ができるか、株式投資ができるか、米国株 ETF が充実しているかなどをチェックして選ぼう。2つ目、老後資金作りの最強ツール、イデコの使い方の話です。イデコは公的年金の上乗せを作れる年金制度です。毎月掛け金を支払って自分で運用し、増えたお金を60歳以降にもらいます。イデコでは掛け金の拠出時、運用時、受け取り時の3つのタイミングで税金が節約できます。掛け金は全額所得控除になり、毎年の所得税や住民税を減らせます。運用益が非課税になり、受け取り時にも税負担が減らせます。例えば30歳の会社員がイデコで毎月2万円ずつ30年間にわたって掛け金を出したとします。所得税率は 10% とし、住民税率は所得税率にかかわらず一律 10% です。この場合、所得控除によって30年間で税金はなんと144万円も節税できるのです。よりよりさん、それならたくさん掛け金を出した方が良さそうですね。そうなのですが、掛け金にはルールがあるんです。
イデコの掛け金は最低月額5000円からです。一方、掛け金の上限は図のように人により違います。例えば、企業年金のない会社員なら月額2万3000円です。なお、2024年12月からは掛け金が月額1万2000円までの方も月額2万円まで出せるように変わる予定です。イデコを利用するにも口座開設が必要です。金融機関に資料請求後、届く資料の中にある個人型年金加入申出書に記入し、本人確認書類とともに返送します。会社員や公務員の場合は、事業所登録申請書兼第2号加入者にかかる事業主の証明書も必要です。勤め先の記入欄があるので、主管部署に記入してもらいましょう。イデコも1人1口座です。自分に合った金融機関を次の3点からチェックしましょう。加入する金融機関に支払う運営管理手数料の金額は金融機関によって違います。無料のところもあれば年5000円程度かかるところもあります。もちろん無料なのがベストですね。商品のラインナップも金融機関によって違います。投資先の国や資産がバランスよく揃っていて、投資信託の保有コストが安い商品が多いところを選びましょう。サービスの質も重要です。サイトの見やすさ、FAQ の充実度はもちろん、平日夜や土日などでも窓口、コールセンターなどで相談ができると安心です。イエーイ、コールセンターに電話しまくってやるぜ、ジャスティス。大迷惑なのでそれはやめてください。口座開設には1ヶ月から2ヶ月かかるので、早めに手続きしましょう。2つ目のまとめです。イデコは公的年金の上乗せを作れる年金制度、掛け金が全額所得控除できて、所得税、住民税が安くなる上、運用益も非課税、受け取る時にも税負担が軽減される、運営管理手数料が無料の金融機関を選べばコストを抑えて老後資金を用意できる、口座開設には時間がかかるので早く取り組もう。3つ目、自分に合った新NISA3 つの活用戦略の話です。リスクを気にせず投資したらお金がなくなりました。チェックショー。できる限り減らさずにお金を増やしたいなら、コアサテライト戦略を活用しましょう。コアサテライト戦略では、自分の資産を長期安定成長のコア資産と積極運用のサテライト資産に分けて運用します。コア資産で守りながら堅実に増やし、サテライト資産でプラスアルファのリターンを狙います。新NISAの場合、総資産の7割から9割を占めるコア資産はインデックスファンド、バランスファンド、ETF、 残りの1割から3割のサテライト資産は日本株、米国株、アクティブファンドが候補になります。では新NISAの3つの活用戦略をご紹介します。1つ目の戦略は、コア資産として積立投資枠で投資信託に投資するです。これから資産運用をスタートするなら、積立投資枠だけを活用してじっくり時間をかけて資産形成するのがおすすめです。積立投資枠だけでも1800万円まで投資ができます。商品はリスク許容度に合わせて選びましょう。リスク許容度が低いのであれば、株や債券などに投資するバランスファンド、積極的にリスクを取りたいならば米国株や世界株に投資するインデックスファンドを選ぶのが一つの手です。めんどくさいことしたくない。そうですよね。何本も投資する必要はなく、1本または2本に絞って淡々と積み立て設定を行えば、あとはほったらかしで OK です。2つ目の戦略は、コア資産として積み立て投資枠と成長投資枠で投資信託 ETF に投資するです。積み立て投資枠での投資に加えて、成長投資枠でしか購入できないインデックスファンドや ETF を利用する戦略です。例えばナスダック100に投資するインデックスファンドは、積み立て投資枠の投資信託にはない高い成長力があります。また人気の高配当株 ETF VYM、 連続増配株 ETF VIG を買うと、四半期ごとに配当がもらえます。
3つ目の戦略は小足さんに投資信託、サテライト資産で株式に投資するです。成長投資枠で株式投資するのはいいですよね。やっぱり個別株はワクワクします。積立投資枠で eMAX スリム全世界株式かっこ除く日本、成長投資枠で日本株という組み合わせにすると分散投資効果を高めながら投資ができます。米国株に投資したいなら積立投資枠で楽天全世界株式かっこ除く米国インデックスファンド、成長投資枠で米国株という組み合わせがいいでしょう。また定年後に年金の上乗せとして配当が欲しい場合は早めに一部の資金を高配当株に振り向けるのも手です。65歳になってから資産1000万円を高配当株に切り替えた場合、配当利回りが 4% なら毎年得られる配当金は40万円です。高配当でありながら株価上昇も期待できる銘柄に投資していた場合で、65歳までに買った高配当株が3000万円に値上がりしていたとします。配当利回りが 4% なら毎年120万円の配当を受け取れます。なおNISAとiDeCoは併用できます。併用することでより節税しながらお金が増やせます。例えば月10万円を投資に回せるならiDeCoで23,000円、NISAで77,000円の配分がベターです。20年間投資した場合のシミュレーション例では運用益非課税に加えてiDeCoで165万円の所得控除による節税ができます。所得税率が 20% 以上であればiDeCoを上限まで利用することを優先し、残りをNISAに投資する戦略がベターでしょう。最後のまとめです。お金を減らさずに増やすために資産の7割から9割を小足さん、残りの1割から3割をサテライト資産で運用するコアサテライト戦略を活用しよう。NISAでもコア資産をしっかり作ってからサテライト資産に投資するのが基本戦略。NISAとiDeCoは併用できる。積み立て金額に余裕があるなら併用。所得税率が 20% 以上ならばiDeCoを上限まで利用し、残りの金額でNISA利用がベター。今回は初めての新NISA&iDeCoから紙改正、新NISAのポイントと始め方、老後資金作りの最強ツール、iDeCoの使い方、自分に合った新NISA3 つの活用戦略についてお話ししてきました。初めての新NISA&iDeCoでは、この他にもNISAやiDeCoで知っておきたい制度の仕組み、NISA、iDeCoの思わぬ注意点、いい投資信託や株の選び方、おすすめ銘柄やポートフォリオ戦略など、NISA、iDeCoがお得に活用できる情報が満載ですので、ぜひお手に取ってみてくださいね。今回の動画がためになったと思った人は、チャンネル登録、高評価ボタンをポチッとお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。See you!